ねえ、知っています？ゲームには常にルールがあるんです。守らなきゃいけないルール、あなたがゲームに参加しなきゃいけないこともルール、強制的に決まっている、逆らえない決まり事なんです。この程度じゃ死にません。死ぬわよ、落ち続けているじゃない。そりゃ落ちますよ、だって穴ですから、どこまでも落ちていくものです。なんでこんな穴が庭にあるの？何なのこれ、姉さんは？どこに何があるかなんて大した問題じゃありませんよ。大した問題よ、大問題。こんな深い穴に落とすなんて、誘拐犯、変質者。変質者じゃありません、僕はペーター・ホワイト。ペーター・ホワイト？え？ペーターと呼んでください。あんたじゃありませんよ、ペーターです。ペーター？ええ、ペーター・ホワイトです。あなたのことが大好きなウサギですよ。ペーター・ホワイト。はい、アリス、何ですか？いきなりキスするなんて。好きなら当然のことでしょ。ああ、でも汚いですよね。汚い？ええ、雑菌がついちゃいました。雑菌？自分からしておいて。ええ、あなたとのキスなら雑菌まみれでも我慢します。薬も飲んでもらえたし。変な薬まで飲ませて、その言い草。ペーター・ホワイト、殺すぞ。私をこの世界に引っ張り込んだ白ウサギ。こんなくだらない問題も解決できないとは、どいつもこいつも使えない。私以外には冷たい、ハートの城の最初、ペーター・ホワイト。待って待って、ペーター。早く急いで、こっちですよ、アリス。あなたを幸せにしてあげます。私を幸せに？ええ、連れて行きます、あなたを幸せにする世界へ。エース君、何をしているんです？アリスに近づかないでください。ペーターさんも混ざればいいのに。僕はあなたと違って真面目なウサギなんです。ああ、アリス、愛しています。僕と踊ってください。うんうん、真面目なら仕事してなさい。ああ、君まで仕事させたがるんだ。何？せっかくの舞踏会だ、踊ろうぜ。何するのよ、下ろして。アリス、自殺願望でもあるの？落ちたら死んじゃうぜ。何するんだよ、ペーターさん。危ないな。危ないのはあなたです。アリスを話しなさい。さっきからアリスといい、ペーターさんといい、話してほしい？話さないで、話しちゃダメ。熱烈だな。そういうわけでペーターさん、アリス本人の要望でもあるから。ペーターさんってば、最小の癖して武闘派なんだから。飛び
ース降りてこい。ユリウス怒ってる？ほどほどにな。私はほどほどどころじゃなく怒ってるわよ。降りてきなさい、このお騒がせ騎士。まったくどいつもこいつも無茶苦茶なんですから。もっともだけど、あんたに言われてもね。小瓶がなくなってしまったの。え？元の世界へ帰るための鍵がいつの間にか消えちゃったの。そうですか。あら、喜ばないの？あなたが望んだ通り帰れなくなったのに。あなたがここにいてくれることは嬉しいですよ。でもあの小瓶は簡単になくなったりしません。そんなことを言ったって、なくなっちゃったのよ。見えなくなっているだけです。どんなにそう望んでも消えはしませんよ。だってあれはあなたの。夕方になっちゃったわね。本当にデタラメな世界。そろそろ戻らなくちゃ。帰りたいですか、アリス？ん？舞踏会はもうお開きでしょ。ああ見えて帽子屋屋敷のみんなは心配性だから、一緒に帰らなくちゃ。私を見つけるまで城から帰ってくれないわよ。いえ、そうではなく、帰りたいですか、元の世界へ。そうね、夕方っていうのは家路に着きたくなる時間帯だから、ここにいていいのかって思い始める。帰らないでください。城に滞在しろっていうの？本当はそうしてもらいたいですけど、あなたを束縛してくれるならそうでなくとも構わない。束縛なんてされてないわ。それも見えていないだけですよ。常に目に見えるわけでなくてもいい。あなたの滞在場所がどこでも構いません。会えなくて悲しくなっても我慢します。この世界から帰らずにいてくれるなら。それでは次の罪人。即刻首をはねよ。陛下、まだ罪状さえ申し上げていませんよ。そうか、では斬首は飽きた。公主刑に処す。ですから、まだ罪状さえ申し上げていないのに。ふん、女王に口答えとは。お前はどんな刑に処してほしいのじゃ？では次の裁判です。あんまりです。次の罪人は城のメイド。罪状は女王陛下の紅茶に砂糖を2つ入れた罪。ねえ、何なのこれ？アリス、女王陛下は紅茶に砂糖を1つ半入れるのがお好みなんです。それで？そのメイドは間違って砂糖を2つ入れてしまったんです。だからこうして裁判をしているってわけです。裁判なんかしていないじゃない。しているじゃないですか。僕が罪人の罪状を読み上げ、女王陛下が判決を下す。それのどこが裁判なのよ。陪審員もいないのよ。前はいたんですけど、女王陛下が気に食わない判決を出したので死刑になっちゃったんです。全員？そう、全員困った人たちですよね。砂糖を2つも入れる方もバカですけど、それを裁判にかける方も。おかげで判決が早くなりましたけど。ねえアリス、この裁判が終わったらどこかへ出かけませんか？出かけるって？裁判はあと6件ほどで終わります。6件もあるなら丸1日かかるでしょう。すぐですよ。極刑になるかどうかというような裁判がすぐに済むはずが。首をはねよ。ね？ビバルディ。ん？なんじゃアリス、わらわは裁判の判決を考えるのに忙しい。後に押し。同じ判決しか出していないじゃない。そんなことはない、処刑方法はたまに変えておる。うわ、眠いの？退屈しておるのじゃ。夜。ほら、時間帯も退屈になってしまった。
仕事を終える時間帯じゃ。陛下、あなたが怒り狂って罰を与えると言った者たちの裁判でしょう。もうちょっとですから我慢してください。あと何件残っているのだ。あと6件ほどですよ。この次は女王陛下の朝食のハムエッグを半熟にしなかったコック。ねえ、ビバルディ。うん？疲れているなら寝た方がいいわ。睡眠不足は美容の大敵よ。あなたはすぐに睡眠を取るべきだわ。ね？ね？うん、それもそうだな。よし、そうしよう。裁判は途中ですよ。どうするんです？そうだな。残りも適当に全員を死刑に。ビバルディ！なんじゃさっきから。大声を出すな。わらわに盾つく気なら、よそ者といえど。私、裁判長をやってみたいな。何？あなたの代わりを務めるわ。だから安心して休んできて。全員を死刑にすればよいだけではないか。よくない。いや、よくなくはないかもしれないけど、よくないかもしれないわ。ねえ、私、裁判長ってやってみたかったの。だから、ね、やらせてくれない？ダメ？よくこんな退屈なことをしようなどと思えるな。感心するものだ、物好きなこと。何この杖。権限を預けたのじゃ。ねえビバルディ、また裁判の機会があったらぜひ私を呼んでね。好きにしろ。そこまで裁判がやりたいのなら裁判長に任命してやる。ベータ、聞いたわね。はい、聞いていましたよ。ちゃんと耳はついてます。いやー、しかしあなたがそんなに裁判好きとは存じませんでした。もっと早く言ってくださればいいのに。今度からもっと適当に被告人を増やしておきますから。寝言言ってるんじゃないわよ。あんたも休んできたら。ただし、さっきまでの判決を全部取り消してからね。でももう判決は決定してしまっていますよ。斬首、斬首、公首。読み上げるまでもなく、どれも死刑、死刑、死刑ですね。覆すんですか？罪状を聞いていたけど、全部くだらない理由ばかりじゃない。やり直しをする方がくだらない。それより、僕とどこかへ遊びに行こうが楽しいですよ。裁判なんか適当にしておけばいい。今度たくさん被告人を用意しておきますから、今回は早々に切り上げてしまいましょう。うさぎのくせにうましかなことばっかり。私は裁判長よ。言うことを聞きなさい。出ないとあなたの首をはねるわよ。いいですね、僕みたいだ。はあ？あんたに言われたくないわよ。暴君そのもののくせに。暴君だなんて。僕は城の宰相に過ぎませんよ。従うのみで。判決を出し直すんですよね。あなたならどんな刑にするんです、裁判長様。無罪。いいえ、罰を与えるわ。女王陛下の紅茶に砂糖を二つ入れたメイドさんへの罰は、もう二度と間違えないこと。紅茶に砂糖は一つ半。間違えないように自分でも普段からそうして飲み続けること。女王陛下の朝食のハムエッグを半熟にしなかったコックもよ。私もそう。今度から自分の朝食のハムエッグは常に半熟、焼きすぎないこと。それって無罪じゃないですか。あら、ちゃんとした罰よ。自分の好みの砂糖の量で紅茶を飲めないなんて拷問みたい。ハムエッグを自分の好きな焼き方にできないのもね、拷問みたいじゃない？そうですかね。僕は砂糖の量やハムエッグの焼き方なんて大してこだわりませんけど。ビバルディには死ぬよりもっと辛い罰を与えたと伝えておいてよ。拷問ですからね、拷問。他の罪人たちにも同じく残酷な罰を与えるわ。あなたって人は顔なしに優しいですよね。他人には優しい、自分にはとびきり厳しいのに。ん？何か言った？ペーター。いいえ、何も。どうして急に遊びに来てくれたんです？
小瓶がなくなってからおとなしくしていたら落ち着かなくて、動いたら何か変わるかなって。なるほど、そうですね、変わるかもしれません。そんなあっさりと。私が言っているのは気持ちの問題よ。実際には小瓶が戻ってきたりしないって分かっているけど。ええ、僕の言っているのも同じハートの問題ですよ。この世界では時間が進んだり戻ったりしますから、小瓶の薬も増えたり減ったりします。戻ってきたりもするかもしれません。ここが不思議の国だから。そうです、ここはハートの国ですから。こっちです。ペーター？こっちですよ、アリス。こっちです。この扉は？こっちですよ、アリス。あなたを幸せにしてあげます。私を幸せに？ええ、連れて行きます。あなたを幸せにする世界へ。帰らないでください。ここに。